ランキングダイナマイト。不完全な頭を持つ5人。エリック・モガー。60歳のエリック・モガーは病院でテニスボール大の腫瘍が頭にあると診断された。それは顔の左半分ほぼ全部を取り除かなければ助からないということを意味していた。彼は生き延びるために受けた手術で左の眼球と顔の半分を失ってしまった。しかし手術から4年後、彼の顔に合わせた人工の顔面が作られた。そんなモガーはフィアンセである12歳年下のカレン・ハンガーと結婚する予定である。アントニオ・ロペス・チャ。アントニオがロサンゼルスのとあるバーを訪れた際、一緒にいた親類がバーテンダーと警備員に襲われた。その時に間に入って仲裁をしようとした際に攻撃を受けた。訓練もされていない警備員がアントニオをバットで殴った。さらに倒れた彼の頭を8回蹴り、地面に4回も強く打ちつけた。この攻撃のせいでアントニオの頭の半分はぺしゃんこにへこませられてしまった。見た目だけではなく脳へのダメージも非常に深刻で話すことができなくなった。しかし後の裁判で6300万ドル、63億もの賠償金を獲得したのであった。ホウ・グオズ。中国に住むグオズ少年はラスムッセン脳炎という難病のため頭の半分を取り除かなければならなかった。グオズが8歳の時に手術したのだが、そのショッキングな見た目のために中国および世界中のメディアで報道された。グオズの父はこの手術のために有金全てをはたいたため、手術をした大病院のある都市から地元まで戻る金さえなかった。そんな親子に同情した多くの人々から寄付が集まり、グオズは整形手術を受けることができた。アラン・ハインド。イギリス生まれのアラン・ハインドはビルの取り壊し作業中に約8メートルの高さからコンクリート地面に落下した。この出来事は28歳であった彼の視力、聴力、性格すべてに影響を及ぼした。この事故で彼は頭蓋骨の16箇所を骨折、顎を3箇所骨折、手首を折り、腎臓を損傷。さらに右耳の聴力を失い、左目は盲目となった。この事故で損傷していた部分の脳は取り除かれたが、それでも彼はまだ生きている。カルロス・ロドリゲス。カルロス・ロドリゲスは飲酒運転をして事故を起こした。この事故で車のフロントガラスから投げ出され、頭から地面に衝突。この時の衝撃で頭蓋骨が陥没し、脳の大部分を失った。彼を担当した医師は彼の命を救うために、頭の大部分の皮膚と骨、損傷した部分の脳を取り除いた。手術は無事に成功し、なんとか一命を取り留めた彼はフロリダ州マイアミで今も生活している。この動画をご覧のあなたにおすすめの動画です。チャンネル登録をお願いいたします。ランキングダイナマイト。